よっしゃ、今日もネタ動画撮るか。ちょっと待った。よっしゃ、今日もネタ…ミスしないでよ。お疲れ様です。ムービンです。おつ、ムビコです。じゃない、1年半くらい放置されてる妹って何？いや、一応イラストは描いてるんで。それは嬉しいけど、このチャンネルの 99% は私いないんだけど。しかも結構サムネにはいるんだけど。釣りですかね。開き直らないで。仕方ない。正直に言いますとね、実はムビコを登場させると結構深刻な問題が発生するんですよ。深刻な問題って？編集時間がいつもの5倍かかる。なんだって？私ってだいたいいつもは見切り発車でネタ動画収録してるんで、それをね、適当に録音して適当に字幕載せて、これだいたい4時間ぐらいかかるんですよ。でムービコが登場するとボイスロイドによる音声を作ったり、立ち配置したり、字幕もどちらにせよ多くなるんで、で編集してると、15時間ぐらいはかかりますかね。というか今この編集してる時点で15時間ぐらいかかってるんですけど。やっぱ兄貴、仕事辞めたら？チャンネル登録者数が100万人いったら辞めたら。はデカパイ女が、しかもなんて言うんでしょうね、今こう敬語にしてるんですけど、今までのムービコが出る動画って私タメ語にしてたんですよ。そうするとね、なんかめっちゃ棒読みだし、いつもと違う声じゃねって批判されたわけですね。誰に？リア友に。リア友に？なんだろうな、こうセリフが途切れ途切れになるというか、結局普段こう喋るのが敬語になっているからゆえに、いつもと違うセリフだと声に力が入るというか、自分でもよくわからないんですけど。リア友に指摘されたことどんだけショックなの？という諸々の事情からムビコの登場は減ってしまっているんだ。事情は理解したけど、このままじゃ私が釣りサムネ要員になるんだけど、それは兄貴の印象的にどうなの？クリックされれば勝ち。おい、